はい、今撮影してたらやばくないですかこれ。携帯に噛みついて、携帯に噛みついて別の今端末で撮ってるんですけど、やばいね。いや、アホでしょ本当に。いや、ほんとね、カリフォルニアキングスネークはね、めちゃくちゃ鈍食、食欲旺盛すぎて見境ないんですよ。ほんとに。びっくりしたな。何やってんのマジで。見てこれ。iPhone は美味しいですか ?iPhone は。こいつやばいな。もう、とんでもないよ、ほんと。とんでもない。すごいね。話してください、そろそろ。そろそろそれは餌じゃないということに気づいてください。すいません。すいません。すいません。そろそろ気づいてください。今、こちょこちょしてる。やばいやばい、俺の手に。すいません、それは餌じゃないよ。見て見て、これ、怒ってる。力強くも結構力強いねカリヒン。ほらすごくないこのお腹のこの虹色光沢結構あんだね。綺麗っすね。うわーめっちゃ巻きつかれてる。いやにしてもこのねブラックさはすごいっすよね。一応モルフはチョコレートなんですけど、まあ、どの辺がチョコレートやっていうぐらいね漆黒具合がすごくて。そっか、すり噛みついてんだ。やば。ちょっとおい。もうダメだこら。こらダメだ。いやすごいねこの。じゃ逆にこの噛みつく力やばいわ。ずっとこんな感じですね。もうね。5分ぐらい経つかなぁ。諦めがね、諦めが悪いんすよね、このカリフォルニアキングスネーク。いや、参ったね、本当に。どういうこと?どう考えても餌じゃないことぐらいわかんないのかな?すいません。そろそろ話してください。これね、逆に、レッドピンクマウスのところに持ってってポンと置いてあげたら離すから、匂いで。はい。おい、あなたが欲しいのはこの辺にあります。あなたが欲しいのはこの辺にありますよ。気づいてください。気づいてください。気づいてください。やばいね、これ。どうしよう。どうしたらいいんだ、これ。さすがだね。キングスネークって言うだけあるわ、やっぱり。はい。ピンマここ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 。はーよーちょ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 。頭。はーよーちょ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 。よーちょ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 。携帯だからね、噛みつかれちゃったのが、水につけるわけにもいかないしね。よーちゅ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 ち。よーちゅちゅちゅち。なかなかね、蛇の頭こうやってよしよし撫でることなんてね、ないっすよね。つるつる。離さないね。あーよし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 。たまんねえな。どうしてくれんだよこの携帯。もうカリフォルニアキングスネーク付き iPhone になっちゃったじゃん。お兄さん返して携帯。携帯返して。全然返してくんない。全然返してくんない。はい、よしよし。あ、はい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 。仲良くしよう、仲良く仲良くしよう。すごいねこのブロック。もうずっとこんな感じですわ。
さすがにね、無理に引っ張ってなんかね、牙が折れたりとかしても困るから、そういうことはまあやらないですけど、気づいてよね、ほんまに。うわ、めっちゃ締め付けてる。いや、まさか撮影しててね、 iPhone 食いに来るとは思わないからね。いや、綺麗だね、ほんとブラックだ。メキシカンブラックスネークだっけ、ちょっと名前はっきり覚えてないけど、メキブラとかだったらこんぐらい黒い子ね、いくらでもいると思うんですけど、カリキンでこんだけブラックってなかなかね。いや、ほんと綺麗ですわ。たまらんわこれ。はい、ということでちょっとね、まあもうこのまま放置するしかないかなと思ってるんですけど、変に刺激しないでね、まあ、そのうち食べれんなと思ったら口離すと思うので、そっとしとこうかなとは思いますが、まあカリフォルニアキングスネークはですね、うちで飼ってるヘビの中でも特に食欲がちょっと異常、ほんとね、もう異常、異常って言葉が一番合いますね。マジで、シシバナに比べても、コーンスネークに比べても、ボールパイソンに比べてもですね、他のどのヘビに比べても、明らかに食に対するその本能が強すぎる、そういったヘビな気がしております。ということで皆さんもね、カリキンもし飼う方がね、いましたら、もうそういうことだと思った上でですね、ちゃんとね、食欲めちゃくちゃやばいと、もう下手したらもう手でもどこでも噛みついてきて食べようとしてくるということをね、理解した上で飼育してみてください。結構ね、このサイズでも締め付ける力とかなかなか強いので、ある程度大きくなったらね、結構手焼くんじゃないですかね、カリキンは。なかなか、そんな気がしてます。そう、餌タイムで餌もらってんのになんか威嚇して尻尾パチパチしたりもね、してるんでね。尻尾パチパチしてる、やめろやめろやめろって本当にもう、はい、ということでね、本日の動画この辺にしておきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。本当は普通に餌やりする動画をね撮るつもりだったんだけど、今日は無理でした。